佐藤隆史10月28日から1978年5月8日は日本の洋画家。新製作協会の創立メンバー。妻は声楽家の佐藤よしこ。妻の佐藤よしこは神戸生まれ横浜育ちの日仏根結のオペラ歌手。よしこの父親の佐藤友太郎は京都府の派遣で1887年からフランスに留学し西洋式政治法を学び。 京都陶器の技師長となったが会社が倒産したため、ヨシコが生まれた頃は税管理に転じていた。フランス人の母親ルイズは、友太郎が学んだリモージュ装飾工芸学校の工場長の娘。ヨシコは東京音楽学校在学中に他や力蔵らとオペラ活動を始め、1928年に卒業後フランスに4年間留学、帰国後カルメンの日本書演で、 一躍有名となり、カルメン帯の愛称で人気オペラ歌手となる。だイブ公演の際、ピアノ伴奏の高木東6から高市の古典に誘われたのをきっかけに、翌1935年に木下薫夫妻の売借で高市と結婚。横浜市鶴見を拠点に、戦中戦後には画家仲間である藤田つぐじらの疎開先神奈川県吉野村屋高市の 母親が身を寄せていた別府でも暮らし、別府女学院の音楽講師も務めた。神奈川県立音楽堂の設立や創作オペラ協会の設立、主催など日本のオペラの発展に寄与した。著書にパリのセレナーで電気に名が書いたカルメン帯がある。長男に洋画家の佐藤アド、長女に岸井真由美。アドは 慶応義塾大学文学部美学美術史家卒業後、1962年に都仏市、1970年代のパリ画壇で活動、写真家の篠山紀信、作家の石川厚史と共に、版画集、パリを制作したほか、1976年には、パリを舞台とした、五木博之の小説を、中平康氏が映画化した、変奏曲に出演した。孫に、佐藤阿古。 佐藤恵子、佐藤ビンチ、映像作家、元 TBS テレビ報道カメラマン、ありがとうございます。